北条三郎は自ら上杉家の人質となった。謙信は三郎を養子とし影虎の名を与えた。この破格の待遇が後の乱を生むことになる。謙信が後継者を指名せず死ぬと跡目争いが勃発。三郎こと上杉景虎と同じく養子の上杉景勝が相争うこととなった。上杉家のお家騒動は武田北条ら周辺諸国を巻き込む大乱に拡大。氏康早川殿ら北条勢は綾御前とともに上杉景虎を助けるべく越後に進軍した。約束の将ホタテの乱。みんな来てくれてありがとう。北条を守るなんて言いながらまた迷惑かけちゃったな。何水臭いこと言ってるんですか。北条の家族の力見せつけてやりましょう。俺北条から離れて不安だった時に父上や母上に温かく迎えてもらったんだ。だから父上、上杉謙信が死んで家中が分裂して上杉家が壊れていくのを黙って見ていられない。俺は影勝と本気で戦う。父上のいた頃の強い上杉を取り戻すために。良い心がけですよ、可愛い影虎。綾も北条の家族もあなたを支えています。強くなったわね、三郎。私たちも頑張ってあなたの思い支えるから。みんなの力になりたい。いらっしゃいませ。珍しい品を入荷しています。毎度ありがとうございます。影勝、お前を倒し俺が父謙信の志を継ぐ。一発の口を叩くようになりやがって。だって後取り手を奪って増援を呼び込むぞ。我らが不利となりました。
調整のおかげで勢いがついたな。よし、俺も。ダメよ、サブロ。総大将は本陣でどっしり構えてなさい。あ、はい、兄上。敵将、撃ち取ったり。やってみる。任せといて。力を及ばすか。真面目なこった。ありゃどっちにだ？さて、もちもち我らも動くか。ほうじょうめ。よそ者が首を突っ込み合って。よそ者じゃないわ。上杉景和は私たちの家族だもの。親方様も姫様も冷たいって少し思いました。でもやっぱりみんな深い絆で結ばれてる。私、北条の家族大好きです。忘れないでね、カイ。あなたの大事な北条の家族。
寝返り、てめえの判断かよ。お母様、力を。わしは勝ち打ちに、お怒りに従ったまで。無謀すぎやすいかったか、北条の。まあいいさ、この一件で勝頼を潰す目安ができたぞ。侮れないな。来た！敵将討ち取ったり！
ばならん。影虎様を撃つことが影閣様の、そして私の義なのだ。影虎様がサメガオ城に向かう途中、お味方に裏切られ無念のご最後。え、サブロー様が死んだ。嘘、そんなことって。助けられなかった大切な大切な家族なのに。もう嫌、こんなドアホードよ。家族や友達が憎んで争って死んで。カイ、落ち着いて。誰も助からない、誰も助けられない。もう逃げたい、戦いたくない。カイ、情けないことを言わないで。私たちにはまだ守るべき人たちがいる。サブローだって怖かったはず。でも最後まで精一杯生き抜いたわ。ここで私たちが折れてしまったら、サブローがあまりにもかわいそうよ。姫様。